北口秋津駅は東京都東村山市秋津町5丁目にある西武鉄道池袋線の駅である。駅番号は SI16 相対式ホーム2面2線を有する地上駅。ホーム西側半分と南口は東村山市1990年に開設された北口と1.2番ホームの一部は埼玉県所沢市、ホーム東側半分は 東京都清瀬市で敷地は1と1県3市にまたがる。駅構造が島式ホーム1面2線だった当時は、現在の北口がある方に側線2線が存在していた。2006年までに校内改良工事が施行され、各ホーム間を連絡する個線橋部分にエスカレーターとエレベーターが整備され、一番ホームには待合室が設置されている。北口改札は、 駅員無配置となっている。トイレは南口改札内にある。2020年度の1日平均乗降人員は6万87人である。西武鉄道全92駅中10位。利用者は2009年度まで増加傾向であった。ただし2008年度は7万6494人で、前年度統計よりも増加率の大きかった西武有楽町線小竹。 向原駅を下回り、順位を一つ下げていたが、2009年度は77,111人で、新宿線ーなし駅が減少したことで、再び順位を一つ上げている。2016年度では開業以来初めて1日平均上行人員が8万人を突破した。このことから、新秋津駅とともどもに駐輪場の整備が進められている。近年の1日平均上行、 乗車人員の推移は、下記の通り。秋津駅南口改札内にある、武蔵野線新秋津駅の発車案内板あたり駅は、西側で交差する東日本旅客鉄道武蔵野線の新秋津駅との乗り換え駅であるが、優等列車の内特急や急行などは停車しない。新秋津駅までは、徒歩で約5分と距離がある。新秋津駅改札にあたり、 西武鉄道の工事責任者は新秋津駅ホームの末端が至近距離にあるので旅客連絡通路を設ける両国鉄貨物局と交渉したところもともと武蔵野線は貨物専用線として建設したものであって用地買収をする方便として旅客輸送もすることにしたので旅客輸送を増やすような設備はお断りすると断られたという乗り換えが不便なのは 地元商店街が商店街を経由しない連絡通路の建設に反対していること、これに伴い東村山市や JR 東日本西部鉄道が連絡通路設置に難色を示していることによるものとされ、これに対しては乗り換え利用者からは批判が多い。1991年には長雨と台風により武蔵野線新小平駅が水没指導線が一部区間で、 長期不通となり、同線の列車が新秋津駅で折り返し運転を余儀なくされたため、西武池袋線による代替輸送が円滑に行えるように連絡通路を仮設する案も出たが、これも商店街の反対で実現しなかった。乗り換え客への便利を図る目的で、秋津駅南口改札内には、武蔵野線新秋津駅の発車案内が設置されている。 西武線の下り終電は、武蔵野線が遅延している場合、当駅で接続待ちを行う。この時、双方の駅員が無線で連絡し合う。2008年3月15日より、新秋津駅との連絡定期券が購入可能になった。アーケード屋根がないことから、雨天時は傘が必要である。かつては当駅と新秋津駅間で、新設産と称したレンタルさんが、 実地会により設置してあったが、傘の持ち去りが相次いだことから中止した。秋津駅と新秋津駅の間にある商店街、武蔵野線新秋津駅までの間に商店街がある。駅南口に複合施設が2003年12月に完成した。北口への西遊出店計画が地元商店街の反対により凍結され、都県及び市境という理由もあり、 駅周辺の開発が遅く、店舗としては、北口駅舎横にファミリーマートと、そのすぐ北側にセブンイレブンがあるのみ。北口から東へ、徒歩約五分のところに、中規模の病院やドラッグストア、いい投げや、秋津駅前店などが立地する。ありがとうございます。